やばかった。今日はここでやろう。前ここでやったね。高田橋付近っていうところに。その時ここ見に来たんだよな。したらそっちの方がいいじゃんってなってそっち行ったんやけど。今日はここでやります。もうテント違うタープがびしょびしょなんでちょっと一旦乾かす。よっしゃ、もろもろ乾かしてる。これも乾かそう。どうしようかな。シラフ乾かしてます。これは洗濯日和だもんね。今日は風もそんなに今日はないかな。さあやろっか。やりますか。さあいただきます。スタート。一つ食べるぐらい。炭食べるとやばいから。なんか毒なんだっけ。食べ過ぎ良くないんだよね。こいつは親父たちが取ってきてくれた。
うん、まあ、なんかね、めちゃめちゃ風強いんだよね。ちょっと鎖つけました。サイドももうこの辺も全部食い、もうペグ打った上でのサイド鎖、こっちもサイド軽トラ、結構強えぞ今日。3メートル以上あんじゃねえよこれ。こっち側に川があるからそこは渡れない。そっち側のキャンプ場からこっちには来れない。ちょっと面白い場所だねここね。ちょっとイメージと違うね。まあでもまあよしとしよう。いただきます。ちょっと違うな。焦げてる。ね、硬くない。苦い。ちょっと苦いぞ。まあしょうがないね。この辺かな、苦いのは。うん、ほろ苦いね。大人の味やな。うん、綺麗だね。さあ行ってみるか。バギ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 、おや、よいしょよいしょ、ちょっと待って、よいしょ、メスティンで麺やるぞ。パスタマジどういう
こいつを入れる。こいつ初めて入れるわ。うん。いや、これでいいと思うよ、これ。おっしゃ、おっしゃ、食べよう。よっしゃ、お酒と一緒にね。もうお酒、え、お水ないんだっけ？お水はここにある。よいしょ。はい、いただきまーす。取れてんのかこれ。バジルパスタ。めっちゃいい。ああ、うまい。5時22分。早起きをちょっとね、朝露がすごいんだけど、風がなびいてタープがなびくたびに朝露が落ちてくる。やば。ちょっと。よいしょ。どうしようかな。よいしょ。はい、朝。よいしょ。東の空。よいしょ。ちょっと明るくなってきたね。20分ぐらいすれば明るくなるべ。さあ、カニ缶、まずコンソメ一つ持ってきたから、コンソメを一粒入れて、よいしょ。で、北海道産金銭紅ズワイガニ。おい。よいしょ。パカ。これごと入れます。汁も一緒に。よいしょ。で、ほぐす。こんな感じか。よし。
水はもう通常量。よいしょ。よし、行くぞ。はい、ここから20分。よいしょ。美味しくなあれ。あ、ちょっと様子見よっか。さあ、どうですか。煙は立ってるけど。チラッと拝見。あと2、3分かな。あ、いいんじゃない？いいよ。いいっす。無駄そう。オープン。おりゃ。味が薄かったら醤油を垂らす。よし、これでいこう。よいしょ。ちょっとスプーンで、まずは一口。うん。あ、うまい。これ、コンソメ1個でよかった。いいわ。うん。うまい、うまい。加減もちょうどいいね。ああ、うまい。カニ出てきた。しじみいいね、しじみ汁。カニ飯。インフレーターマットはちょっと家で乾かす。ちょっとなんかだいぶ湿ってるような感じがするから。ここのほんと川沿いはやばいね。水滴というか、湿度、朝の結露か。結露がすごいんだわ。見てこれ。内側もベッタベタやん。すごいな、この湿度が。湿度、昨日もそうだもんね。シュラフも乾かす。いいか。テント、シュラフ、インフレタマット。はい、オッケーかな。あとはこれ。オッケーかな。休みはないと。ペグの本数も数えたし。はい、オッケー。じゃあ帰ろっか。
よいっす。はい、2泊3日の終了。Just begun as she puts her hand in mine.